最先端の機器で測れば、筋電図も測れば、G センサーもあれば、データが取れるようになってるわけです。例えばね、シフトレバーの位置の、ここの位置にあるのか、ここの位置にあるのか、ここの位置にあるのかっていうのは、みんな筋肉の、その、働き違うわけですよ。操作のための人間に入る力っていうのが全体バランスしてる必要があるっていうのはね。